終わりです。今日はですね、実はちょっと生き物がうちの部屋でもう増えすぎちゃって置き場所がないんで、一軒家を買ってしまいました。ここが僕の新しいお家だよ。というわけでちょっとお家を紹介していきたいと思います。まずこれが下駄箱で、こちらも下駄箱ですね。もうね、常に下駄箱の上にも水槽1個用意してるんですよね。もう中古で買った1300円の60センチ水槽、これで60がね、ここに置けるってことはね、120センチ水槽多分置けるんで、もうダーン置いて、これも水槽ダーン置いて、でもこれ撤去だ、これ撤去してここに水槽の台を置いて水槽置きたいですね。あとここがね、ここでね、アロマナ買えるんですよね。違うでしょ。ここがカメ、こっちはカメだね。風呂入れへんやん。ここね、ここあの金魚がいるね、ここはね。暗い換気扇やん。おお、ここで金魚がいる。これ排水も楽々で、ここね、この水槽大体置くやろ。で、ここからもう水から給水できるからバーッて、ここから排水できる、便利、簡単に魚飼えるね。次行きましょう。生活を棒に振りすぎでは。あ、ここもね、シークルームですね。まあ、ここでほら、小型水槽いっぱい置けるでしょ。ここはね、ちょっとね、網張って魚入れて、じゃあ流すと、もうそれで水ができる。新しい。楽ですわ。で、こっちがね、和室。あ、これハッチ汚い。もうね、これ水槽用意してあるんですよ。120、120、120で、こっちケージですね、爬虫類用の。ここでもう棚を置いて、これを上の段に置いて、イグアナ入れて、こっちの方に水槽これ入れて、なんか水生生物買おうかなと思って。いっぱい生き物飼えるよ、まだまだ。ここ、僕の庭。見て、これ超ちょうどよくない？この石がもうすでに積んであんの、ここ、石が積んであんのちょうどいいでしょ。ここもうね、ここ掘っちゃえば池にできちゃ う、 もうこの生えてる草とか全部抜いてありますからね。綺麗に綺麗に生えてるの、綺麗に抜いてやるからな、全部まだ覚悟してね。あと1個ばっかの命だ。ここはリビングですね。もうねここにももう180センチくらいの水槽を置こうと思ってて、もう何でもできるよ。いや、こっちだ。ここはね、まずここでね、まあ上から見る魚だよね、ここ飼うとしたらね、トサキンとか、その辺の魚が飼える、ここは。でこの辺も全部デュービー、これ全部デュービー入れて、簡単にデュービーは養殖になるんです。キツに一番入れてはいけないものを入れようとしてるよね。ここはね、もう、なんだろう、ここだったら、まあ、金魚の繁殖までは狙えると思う、俺は。ここまた水槽オフスペースあるな。ここまたほら、日当たりリーグから爬虫類飼えばね、ここで一個一個させられるわ、簡単に。もうツッコミが少ないの。もう食べる。全然ツッコミがない。いや、普通にあの取る方に集中してるから。2階へご案内いたします。行きましょう。はい。まずここにスリム水槽置けるじゃん。おちょっとでも使ったらもう危ねえな。ここにまたさっきと同じね、シープスペースでしょ。シープスペース、これがいいよね、この寝窓が。ここにもう、多分120いけるじゃん。120センチ幅、20センチの水槽ってあるからね。日当たりもちょっと良すぎるからね、苔が生えちゃうかもしれないけど。ここは観葉植物ですかね。どの幅に入れようとしてるの。これこの2枚の扉ね、これを剥がして、ここはアクリル板あるんですよ。これでも形状の完成。ここで何でも書いてもういよいよ動物園みたいな。ここも同じですね。ここはでもほら、何センチだこれ。ねえ、これ150センチくらい。もう一回、今の、もう一回撮って。
大体150センチぐらいの形になりますね。ここでモニターと書いちゃうな、用語で。もう一番ここや。うわっ、ベランダね、もうメダカいっぱい描いてる。ここにメダカのプラケースをいっぱい置いてさ。ここ全部置くんですか？全部置くよ、もうここまで置くよ。でここでカメとかね、イグアナとかも、あ、イグアナだみたいな、そうしたらカメとか話してさ、歩かしてもさ、いいよね。汚ねえから。ここはさらに2個目の和室ですね。いやここはね、特段ね、言うことないですね。というわけでね、買いたい着物を我慢せずに買うために一軒家を購入してしまいました。やっぱりね、実家だとかアパートとかマンションだと大きな水槽が置けないとか飼えない生き物がいたりするじゃないですか。これからはそんなこと気にせずに飼いたい生き物を飼いまくっちゃいます。これから家を改造したりでっかい生き物を飼育したりといろいろやっていくつもりなんで、お楽しみに。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。